めっちゃ可愛いやんけあなた。しかもさ、 PV 見た感じサポーターじゃんタイプ。うーん、未来さんどうか今日は欲しいよー。リブションレンズ3なのだ。フレンドリー属性ですね。それは予想通りだったかな。で、サーバルと一緒に編成できるらしいです。ありがてえマジで。これはね、もうあのサーバル先輩のサポートバージョンって感じかね、この子は。で、フラッグもアクション3つなので、いいですね。あー、確かにフルルの上位互換のようなミラクルだけど高えな MP。 まあだからこそあのアクションフラッグ3つって感じなのかね。味方全体がドゥンドゥン気分。あー、でも1回か。そっか、これは一見ぶっ壊れのような気がするけど、どう発揮させるかか。発動回数1回だから、あの短期戦フレンズ戦とかその辺かな、扱い道。性能自体はね貴重で優秀なんだけどな、この子。なるほど、なかなか難しいぞ。これをどういう形で発揮させるかって聞かれると、そういつかね、多分無茶とかのね高難度クエストで多分輝くような性能だと思うんだよね。なんとなくそう特化型の感じがするんだよね。はい。いやでもね、もうね、それ以前にね、もう性能以前にマジでね、キャラが可愛いわ。もうそれでもう十分欲しい理由になる。誰もが狙っちゃうだろこんな。あー、興奮するじゃないか。いや行ってみてえな、マジでちょっと楽しそうなんだよな。ちょっとここからだと遠いですけど、私んとこリアルも超可愛いわ。名前はステルだって。ほう、メス。じゃあ君はサーバル先輩とは別でステル先輩と呼ばせていただきますわ。多分ねこのタイミングだとブラックサーバルも実装あるでしょうね。うわ、マジでこの辺でご加護戻ってきてくれませんかね。はあ、とりあえずまあ10連だな。うん、全員実装したらまあ土蓋含めリベンジとかやるかね。おーっしゃーよし、あげたい。あー、虫だ。まあまあこれ逃げそこがあるかな。あんな許されるわけねえわな。あ、終わった。新井先輩の、私の心の中の新井先輩がもう最近一切声が聞こえません。もう私の声にも一切応答する気がないです。まあ、まあそれはどうか。なんか昨日なんか未来さんのメガネと思いきや、あのことマーゲズマーゲイだったのってね、もう昨日勘違いした時点でもう私への評価だら下がりだもんな。もうマーゲイにも被害が及んで、もう俺どれだけ積み重ねてしまうんだよ。あー、みんなごめんなさい。誰もいない。未来さんもマーゲイさんもいない。僕はどうしたらいい。ねえ、新井先輩、未来さん、みんなどこ、僕を誰か構って、僕を相手して、この際疫病神でもいいから。